ディルソン・ホセ・ヘレーラ・ガルシアは、コロンビアのボリーバル県カルタヘナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のトロントブルージェイズ参加所属。ニューヨーク・メッツ球団史上初のコロンビア出身の選手である。2010年にピッツバーグ・パイレーツと契約を結び、プロ入りを果たした。2011年に参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・パイレーツでプロデビュー。 65試合に出場して打率308日本類が27打点66アンダーを記録した2012年はルーキー級ガルフコーストリーグパイレーツでプレーし53試合に出場して打率2817本類二27打点56アンダーを記録したその後 A-9 ステートカレッジスパイクスへ昇格し 7試合に出場して打率、321、1本塁打、2打点、9安打を記録した。オフの11月に、第3回 WBC 予選のコロンビア代表に選出された。2013年は、A 級、ウェストバージニアパワーで高成績を記録し、チームメイトのグレゴリー・ポランコと共にオールスター、フューチャーズゲームの世界選抜に選出された。 A 級ウエストバージニアでは109試合に出場して、打率、265、11本打五56打点、112、アンダを記録した。2013年8月27日に、マーロンバード、ジョンバックとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。移籍後は、A 級サバンナサンドナッツでプレイし、7試合に出場して打率、百十六四打点、 6アンダを記録した。2014年は AA 級セントルーシーメッツで開幕を迎え、67試合の出場で打率3073本塁打23打点87アンダを記録した。その後 AA 級ビンガムトンメッツへ昇格し、61試合の出場で打率34010本塁打48打点82アンダを記録した。 8月28日にダニエル・マーフィーの怪我に伴いメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌29日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で守備につきメジャーデビューを果たした。さらに30日同カードでジェローム・ウィリアムズからメジャー初安打を記録した。9月1日のマイアミ・マーリンズ戦でヘンダーソン・アルバレスからメジャー初本塁打を放った。この年、 コロンビア人選手で唯一メジャーデビューを果たした選手となった。メジャーでは18試合に出場しただけで、打率も220に止まって17三振を喫したが、13、アンダで3本の本塁打を放ち、11打点を記録した。二塁手の守備は17試合で3つも失策を喫して、守備率963だった。2015年は31試合に出場。 打率が落ちて、211となったが、19アンダで7本もの長打を放った。また、メジャー初投類を含む2投類を失敗なしで決めた。守備面では29試合で2塁を守り、失策は2つに減った。2016年3月11日に第4回 WBC 予選のコロンビア代表に選出されたことが発表され、2大会連続2度目の選出となった。 5月16日に右手中指の骨折で故障者リストに入って以降、メジャーでの出場はなく、6月30日にマイナーオプションで AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズに配属された。シーズンでは開幕からマイナーオプションで AA 級ラスベガスに配属された。2016年8月1日に J ブルースとのトレードでマックスウテルと共にシンシナティレッツへ移籍した。 8月2日にマイナーオプションで、トリプル A 級、ルイビルバッツに配属された。この年はメジャーでの出場はなく、マイナーのみでプレー。メッツ参加時代と合算で110試合に出場し、打率、274、15本塁打、64打点、7盗塁という成績を残したが、盗塁士が9と成功数を上回った。守備では、二塁士として91試合で守りにつき、 6失策、守備率、986を記録した。2017年シーズンもメジャーでの出場はなく、マイナーでは、トリプル A 級、ルイビルでプレーし、68試合に出場して打率、264、7本塁打、四42打点、に投類を記録した。また、8月には右肩を手術している。2018年3月13日に40人枠外と、 なり、マイナー契約に切り替わって、トリプル A 級、ルイビルへ配属された。シーズンでは、開幕から A 級デートなトートゥユガスとトリプル A 級、ルイビルでプレーし、7月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となった。2018年11月29日にメッツとマイナー契約を結び、2019年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕からトリプル A 級シラキュースメッツでプレー。7月3日に一度自由契約となるが5日に再びマイナー契約を結んだ。トリプル A 級シラキュースでは117試合に出場して打率。248、24本類が64打点、12、盗塁を記録した。 9月1日に FA となった。2019年12月5日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2020年9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月8日に DF となり、12日に自由契約となった。2021年4月9日にメキシカンリーグのタバスコキャトルメント契約を結んだが、 メキシカンリーグ開幕前の4月28日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。